こんにちは、ゴーイングマイウェイの健吾です。今日は、Google Chrome で使えるという、PB Tweet というブックマークレットを使った、Twitter の便利なブラウザーでの見方を、ご案内します。今日ちょっとこれを知りました。まずこれが今普通の Twitter のタイムラインになります。ここに、More というボタンがついてきて、これを押すと次の、続きが見れるという感じになるんですけれども、この、PB ツイートというのをですね、入れておくと、ここのブックマークレットなので、ここにですね、これを押します。そうすると、画面でちょっと気づきましたでしょうかね。マウスをカーソルを持っていくと、ここに、リツイートとかですね、これが入ったり、ここだとビアっていうのが入ったり、あとは例えばこれを今英語にする場合には、ここにこんな感じで英語になったりとかですね、こんな機能があります。あと、スクロールしていくと分かるんですが、リプライがある場合にこんな感じで関連の元の発言が引用されてきたりするので、非常に分かりやすいです。で、これどんどん今スクロールしていくと分かるんですが、ここにはちょっと今一つ写真が出てますね。こんな感じで、写真をクリックしなくても分かります。あと、ビットリーのですね、ところにマウスをカーソルを持っていくと、これがちゃんと短縮前の URL がわかるですね。これがクリックする前に安全を確認するという意味ではいいでしょう。こんな感じで、URL がわかります。で、これどんどんスクロールしていくと、実は、ここでモアボタンが、どんどん自動的に読み込まれていくのがわかりますでしょうか。と、これが、オートページという感じで、どんどんタイムラインを遡るということがこれで簡単にできるようになります。で、あとですね、このボタンの部分も便利なんですが、例えばリプライのページに行っても同じようにこの PB ツイートが反映されているので非常に見やすいというのと、あとはなんか検索をした時にもやはり、これのPB ツイートが効いているので、やっぱり関連のものをリツイートするときとかですね、非常にやりやすいですね。写真がこうやってついていればそのままこうやって出てきますし、非常にこうツイッターをブラウザーで使うという人は結構多いと思うんですが、その場合に便利に使えます。サファリ、Google Chrome などを使っている場合にこれは使うことができます。ぜひおすすめです。